彼女は儚く今にも消えそうで、運命はここにあった。なんで爆笑？だって変な顔してたから。あ、シャワーしなくていいの？あ、そうだ。私今日初めてって、あ、大丈夫、今からちゃんとする。ちゃんと？ちゃんとお仕事する。いや、そこはお仕事って言わないでほしい。でもいいですか？ダメ。なんで？キスしたら好きになっちゃうじゃん。彼女は儚く今にも消えそうで。好きになったらダメなの？運命はここにあった。名古屋？地元？あ、山口。おー、なんでわかったと？昔なんかのテレビで見た。でもお母さんが博多の人やから、たまに変な博多弁になると。なると？大福は？大福。君は、あ、っていうか名前聞いてもいい？藤田。藤田君はずっと東京？埼玉、すぐそこ。つまんないよね、ずっと関東なんて。シティボーイやん。どう見てもシティボーイじゃないでしょ。仕事は？高校教師。え？先生がこんなところ来ていいの？ダメかな。まあ、先生だってエッチなことしたいもんね。じゃあさ、セリカちゃんはなんでここにいるの？あ、ごめん、変なこと聞いて。うざいよね、俺。あんたに出会うために。私はここへ来たと。藤田君って意外に面白いんだね。でも本当にいいの？話すだけで。あ、うん、今日はそうしたかったから。で、セリカちゃんは休みの日何してるの？そうやね、映画見たり、美術館行ったり。美術館、どんなのが好きなの？私ちょっと変わってるっていうか、マニアックなやつしか見ないから、多分わかんないかも。マニアックが好きって、美大生みたい。そう見える？うん。嬉しい。行きたかったな、美大。へえ、美大。ここでこんな
自分の話初めてした。いつもは男の人はみんなお客さんで、私が喜ばせる役だからさ。俺ちょっとなら手伝えるかもしんない。ねえ、そんなに通ってくれるの？あ、お金持ちない？いや、そっちじゃなくて、俺高校で美術教えてて。嘘？本当。一応油絵で玉火も出てる。嘘？え、嘘嘘、すごく？そうなんよ。な、藤田くん、今度ここじゃないとこでも会ってくれん？